今回はニートの弟と組体操して追い出されてしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニート兄は34歳、ニート弟と組体操して追い出される。兄弟でニートしてるんやが、ちょっと弟とふざけたら家を追い出されたんを。働けないし、ちょっとパッパの笑いを取ろうとしただけなのにな。兄弟でニートとか地獄だろ。弟は何歳？Y が34歳で弟が30歳。兄弟揃ってニートだから正直 Y たちのせいじゃなくて親からの遺伝や育て方もあると思ってる。言い訳は見苦しいぞ。他に兄弟は？いない、Y と弟の二人だけや。やっぱり兄弟揃ってだと親の影響が考えられるよな。20代前半で言ってんならわかるけど34歳だろ。自分のせいに決まってんじゃん。こういうやついるよな。兄弟で追い出されるとかアコすぎて。昨日、マツマに言われたんだよ。弟と二人で呼び出されてさ。このままだとパッパが限界だからもう少し家のためになることをしろってな。だから弟と頑張ってみたんやが、パッパがめっちゃ怒ってた。ニートが喜ばれる行動は家でか就職だけだからさ。まだあるぞ、ロープを持ってきて。それはダメだろ。さ。何をしてあげたの？肩叩きとか？動画見てたらちょっとやってみたくなって、パッパを呼んで組体操してみたんや。子供以来でワイたちは楽しんでたぜ。でもパッパはキレて出てけって言われてへこんでる。今、弟とマックや。ニート兄弟で仲良さそうでくさ。怒られて当然。どうして組体操？ YouTube なんか参考にならんしなんでそれで楽しめると思ったし。パッパかわいそう。パッパに追い出された後、マッマがフォローしてくれると思ったけど今になってもどっちからも連絡がないんもね。とりあえず実家から連絡があるまで二人でマックで過ごそうかと思ってる。涼しいし充電もできるし最高だよな。マックは陰キャが来る場所やないで。なんでそこにいんだよ、帰れよ。ポテト S しか頼んでなさそう。お冷やください。学生の頃マックで水もらってたけど今でもハンバーガー頼めば水もらえるの？もらえんじゃね。もちろん飲み物は買ってないぞ。二人合わせても所持金が少ないからな。追い出された時に弟がスマホの充電コードを持ってきたからよかった。大人が数百円で居座るなよ。コーヒーおかわり無料。充電器、そういうのは思いつくんやな。で、どうすんの？スマホあれば就活したらいいだろ。最近24時間マック減ったよな。24時間ではないけど23時まで開いてる。朝も6時には開店するからしばらくはマック生活かな。夜寝る場所が困るし実家に帰れるのが一番やが。そろそろ危ないってマッマが言ってたのなら遅かれ早かれだったんだろうな。一致兄弟が引き金を引いただけ。確かに、組体操じゃ延命できなかったか。こういう場合は何が正解なんだ？ワイもニートだから気になる。ひとまず就活してるふりをしてポイント稼ぎじゃないの？30代ニートに求めることなんて一つ。就職だけだ。ハロワイって許されるのは20代までじゃね？逆に30代までぐうたらしてたやつがハロワイ行った感動されるかも。感動じゃなくて感動な。くさ。ニートは捨てれる法律とかないんか？ないな、残念ながら。カマルジみたいに強制労働しかないと思う。意外とニートって強制労働できると思うんだよな。なんで？だって何も考えずにコミュ力なしでもできる仕事得意じゃん。ところで一致と弟がニートになった理由は？ Y は高校くらいからコミュ障こじらせて大学はなんとか行ったけど就職できずにニートになった。弟は Y と違ってコミュ障じゃないニートだよ。ただなんか荒れて高卒ニートや。弟が荒れた原因が一致な気がする。結果的に一致のせいで二人もニートになったのか。弟はコミュ障じゃないなら働けるんじゃね？面倒だから働かないタイプのニートなるようになると思ってるっぽい。親が養ってくれる間はとことん帰省して必要になったら日雇いやフリーターでいいだろってさ。 Y の場合は本当にコミュ障で引きニートや。兄弟でもニートの種類が違うんだよ。 Y は働ける気がしてない。じゃあもう弟を働かせて一致が帰省するしかないやん。わろた。実際、もうそれしか生き残る道が。後から働くって言っててもブランク長すぎるときついやろ。しかも30過ぎで高卒だぞ。弟の方が一致より厳しいかも。30過ぎてからの大卒に何の意味が？結局、どっちも同じなイメージ。働くなら早い方がええぜ。こうしてマックで中高生を見てるとなんでワイだけ30代って思うわ。時間が経つのってあっという間だよな。なんつうかショック。何がショックだよ。ショックなのはお前の両親だろ。ニートって時間の経過をどう感じてるんだろうな。毎日暇そうだし時間が全然経ってなさそう。ワイは一人っ子ニートなんやが兄弟のニートの生活ってどんな感じ？別に特に変わり映えもないで。部屋は一つしかないから6畳の部屋で一緒に暮らしてる。弟はリビングに行くこともあるけど Y は料理と風呂、トイレ以外は基本的に部屋の中。子供時代に真ん中をカーテンって仕切ってて、大体は閉めてるからそこまでずっと一緒に話してたりはしない。Y はパソコン持っててずっとなんじゃい。弟はスマホゲーして過ごしてる。弟はパソコン持ってないんか。
一緒にゲームしたりしないのか？モンハン流行った時は一緒にやってた。今はワイはもっぱらごちゃんで弟がゲーム。スマホゲー以外にスイッチとかもやってる。スイッチの金はどこから出たんだよ。確かに、親の金か？ワイは知らん。弟がいつからか使ってた。多分中古じゃないかな？傷がついてた気がする。盗んだりしてない？はい、兄弟がいると暇つぶしになるか？組体操はやったけど、それまでは基本ソロ活動。たまーに会話することもあるけど基本的にはそこまで会話はない。食事の時間もずれてたりするし、日中、親が出かけてるんだけどその時に生活音があって安心ってくらい。子供の頃から仲良かった？悪かった？小学生くらいまでは Y の後をずっとついて回ってとにかく Y のやることを真似したがってた。小学生くらいからは Y は陰キャ路線にまっしぐら。弟はなんか Y はやってたから知らね。中学生くらいの時が一番会話がなかった気がする。今はちょいちょい話す方、親に追い出されそうとかそういう話はよくする。働こうって話は皆無。ちょっとは働く話もしようぜ。兄弟ってそんなもんなんか。 Y の弟も子供の頃はちょこちょこついてきてあれこれ真似してきてたな。ちなみさえさ、好きあらば自分語り。ニートって一人っ子が多いんじゃないの？どうなんやろうな。そうでもないぽ。知らん。そうなんか。そうっぽいぞ。まあ一人っ子の方が親に金の余裕があるからな。兄弟だと上の方がニート素質あるイメージ。わかる。で、今日はこれからどうするんや？しばらくマック。弟は今スマホゲーしてる。 Y はそれなりに焦ってるんだけど弟はそうでもないんだよな。 Y ももうちょっと度胸が欲しいわ。追い出されたんだし、もうちょっと焦れよ。イッチの反応の方がまともかもしれん。なんだかんだ弟は働けるんだろ。イッチが積んでるだけ説。これで夜になったら弟だけ働きに出てったら笑う。スマホで遊んでると見せかけて日雇いのバイトに応募したんだぜきっと。そしたら泣くわ。Y も養ってくれメンス。意外とイッチの弟は大丈夫なのかもしれんな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。秘宝、ニートY、家のカレーが星の王子様じゃなくなって激怒。ちょっといいか。Y は子供の頃から辛いカレーはあまり好きじゃなくてさ、スリリンゴを入れたやつか星の王子様のカレーしか食べないんだよな。それなのにマッマが普通のカレーを出してきて喧嘩になった。断りもなく勝手に変えたマッマが悪いよな。星の王子様。何それ、アンパンマンカレー的なやつ？めっちゃ甘々なる。あれは甘すぎてカレーじゃねえよ。子供下落つ。何も考えずに食べたら辛くて抗議したら、もう33歳だからって言われた。なんでだよ。急に帰るなんてひどいやろ。33歳が食べるカレーだっけ、あれ？カレーの日はイッチ以外の家族は甘々カレーに付き合わされてたってこと？そりゃ親はもうちょい辛いカレーが食べたいと思ってたってことだろ。自分でリンゴを吸って入れればオッケー。ニートだからリンゴを買うお金がないしさ。リンゴの皮むきができない。ニートなら親の言うことを聞いてろ。文句言う資格なし。親は前から別のルーで食べてる。Y の分と他の家族の分で鍋を分けてマッマがずっと作ってた。なお、入っている具は同じ。鍋二つとか洗うの面倒だよな。しかも煮込み時間も違うかも出してまでしかないけん。今まで作ってくれていたことに感謝して諦めろ。何が不満なのかわからん。Y は味方やで、一致のマッマのな。Y が辛いのは無理だってマッマは前から分かってんだぞ。なのに辛いのを出すとか嫌がらせだろ。辛くてすぐに水飲んで食べれなくて一人で泣いた。消防かよ、泣くの早。なんでカレーが辛くて泣けるんだか。社会の辛さを味わったことがないからやろ。カレーくらいで泣いてたら人生やってけんわ。思考力も精神面も小学生なのかな。 Y の甥っ子幼稚園児は最近、星の王子様を卒業したぜ。ハウスの普通のカレー食べてる。あんな甘いカレーのどこがいいんや。甘いのがいいんじゃなくて、甘いのしか食べれないんだよ。蜂蜜とかリンゴとか入ってないと辛すぎて無理。ココイチにはいけそうにないな。まさか外でも子供メニュー頼むんじゃ、ガクブル。ニートのために鍋を分けるなんて面倒だし、そりゃやめようってなるよな。むしろ今までなんで続けてたのかわからん。とにかくマッマと喧嘩して作り直してくれって言ったのにダメって言われてへこんでる。次からも Y 用のは作ってくれないらしい。一人分だともったいないし、余ったのを凍らせたやつを Y が嫌だって食べないからだってさ。冷凍して解凍したカレーってまずくないか？あの食感がダメなんや。シャビシャビになるやろ。解凍カレーもダメだし普通のカレーもダメとか面倒。レトルト食ってろ。子供用のレトルト食えば解決だよな。でもスーパーに子供用のカレーを買いに行くマッマがかわいそう。孫用じゃなくて、子供用だし。それ言うなら星の王子様だって同じだろ。確かに、買いに行くところから食よう。ヒント、通販。近所の人に見られたらどう思われるんやろうな。あれ、あそこのお家って、お子さんは30代よね。わろた。実際そういうこと言われてそう。でもマッマは悪くないやろ。お前らマッマの用語好きやな。
でもニートに育てたのはマッマだぞ。ああ、星の王子様の食い納めならもっとたくさん食べておけばよかった。リンゴと蜂蜜入れる味より星の王子様の味の方が好きなんだよな。親が普通のカレーしか作ってくれないと思うわいはカレーは食べれんのか。家に住ませてもらえてるだけでもありがたいと思うべき。カレーなんか食べれなくても丸なないし。だよな。一致は贅沢なんだよ。カレーくらい自分で作れば？ニートだから時間は無限だろ。マッマの労力を考えずに、自分が食べたいからごねてるのが実にニートらしくて不快だ。ニートってなんで生きてるの？むしろなんで生まれてきたの？だろ。カレー以外にも好きな食べ物はあるよな。カレーにこだわる必要はないと思うんだが。こだわりが強いってことは発症か？その手の診断は受けたことない。子供の頃に連れて行かれただけだから今は知らんけど、ああいうのって子供の時に診断つかない場合は重度ではないんじゃないのか？発達じゃないニートって何なんだろう。ただの甘えだろ。じゃあ甘えさせた両親が悪いんか？そういうケースもあるかもしれんが30代なら本人のせい。喧嘩した時にワイが言い過ぎてもうこれからは一人で料理しろって言われたけど冗談だよな。ワイが包丁握れるわけないし。握るだけなら誰でもできる。もうそろそろイッチの食事を作りたくなくてその手始めが今回のカレーなのかも。ああ、それはありえるよな。だいたい30代なんだし食事くらい自分で作るべき。ニートしてるなら親の分も作ってもいいくらい。どうせ何食べても変わらないんだから出されたものを文句言わずに食えよ。大して労働もしてないんだし1日2食でもよくね。1日2食だと逆に健康になるだろ。イッチにたくさん食べさせた方が早く丸抜かないかもしれん。わろた。なるほどな。じゃあスナック菓子ばっかり出せばいいのか。筋トレしてるニートとか親から見たらうざいよな。あれは多分少しはやってる感を感じたいんだろ。実際は何もしてないのにな。ああ、あるかもな。達成感が欲しい的な。でも見た目がマシで体力があるだけでも就職はしやすいぞ。なよなよニートよりは就職できそうやな。わいはこのまま自宅警備がええんやが。せめて料理くらいはできるようになれよ。いつ追い出されるかわからんしさ。もう家事全部やるくらいじゃないとそのうち追い出されると思う。でもさ、家事手伝われるのも面倒じゃね？手際が悪かったら文句を言いたくなるしさ。だな、のろのろ動かれたら逆にうざい。結局ニートの活躍の場なんてないってことだよな。トイレ掃除とか雑草抜きとかならある程度雑でも許されるかも。料理は邪魔されたら面倒。トイレ？存在がなくなるのが一番の親孝行。とりあえず、マッマに謝るか。ワイは悪くないと思うんやが。この状況で悪くないとか言っちゃうの怖い。ニートの存在が悪だから謝ってどうこうなる問題じゃないで。さっさと出て行ってマッマとカッパを楽にしてやれ。こういうのが家にいると親も丸ぬに丸寝ないよな。だから一家全員でみたいな痛ましい事件が起きるんだろ。60代70代になっても家の不要品のことで悩むのなんか嫌や。いっそ、高齢者向けの住宅とかに逃げるのがいいのかもしれん。これからどんどん社会問題になりそうだよな。昔に比べて親の年齢も高齢になるし。40歳くらいで高齢出産する人おるやん。で、ニートが30として親は70だろ。そういうのはどうなんや？高齢出産だとニート率高そうなイメージ。あれ、ニートじゃなくて生涯丸が高くなるんだろ。ついフェミが湧くからやめろ。まあ甘やかされて育ったらニートになる可能性は上がるよな。収入もありそうやし。でもさ、自分が70の時ニートが30ならよくない？行く末を水に丸めるし。取り残されたニートの面倒を国が見るってことか？それも微妙やな。なんか話違うんやが、とりあえずマッマに謝罪してくる。謝って済む問題じゃない気もするが、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ガキの頃に優秀だったやつが、引きこもりやニートになってるとざまあって感じる。自白スレか？同情する。呼ばれた気がする。俺らだな。お前らじゃん。お前自身かな。12までは楽しかった。超進学校に通ってた友達が退学してタプーだらけになってた。内心まだ優秀だと思ってるやつもいるよな。V 側民ってこんな奴らばっかりじゃないの？公立の小学校だったから、多分俺が学年で一番頭良かったと思う。ドキュンが引きやニートになったらざまあって思うけど、優秀でいい奴がなったら、悲しく思うな。本人にも家族にも。家族がクズだったとか多そうだよな。考えると、俺たちって本気出してないからこれなんだよな。本気出したらあっという間にトップに立てるだろ。この考えを10代で捨てられない奴はクズ。中学の頃はまあまあ成績良かったな。小学校の時は、通信簿で音楽以外全て A だったが、中学に入ったらなぜか一気についていけなくなって、一気に問題児扱いされた。お前らは優秀だったわけじゃなくて、学校の勉強の出来が良かったわけだからね。やめろ。和力、対人交渉力、
き丸めっ子だった奴が引きこもりになったと聞いた時はものすごく嬉しかったよ。小学校時代は微妙な進学塾の全国模試に名前が載ってました。今は F ランです。小学校では95点以下、中学校では90点以下を取ったことなかったのにな。人としては20点くらいか。公立の小中のテストで勘違いしてるやつってアホだろ。お前ら別にガキの頃も優秀じゃねえだろ。周りの奴らは、お前らを見て、ああ、やっぱりねって思ってるよ。お前らの言う、ガキの頃優秀だったって中学時の論述、記述の割合が少ないテストの成績が良かっただけでクラスや部活でリーダーできる優秀さじゃないんだよ。小学校でも中学校でも高校でも担任に生徒会長やってみろって言われてたぞ。でもやらなかっただろ、やれないと同じ。やってたらこんなスレに来ねえよ。リーダー的素質がある優秀な人が結局は成功するんだよな。引きこもり受験オタクは用なし。適当に書いた作文が表彰されて町内にさらされた時は嫌がらせかと思った。昔は偏差値78で今は2と。どうしてこうなった？TOEIC 自慢はやめろよ。俺の痛い大学生時代が蘇る。センター9割取った時が俺の学力のピークだった。センター1科目満点だった俺が通りますよ。しかし大学留年して今引き2と。コミュ力さえあれば高卒でもそれなりの収入になれる現実。V 側民は子供の頃は優秀だったっていうやつが多いけど、それは単なる気のせいだ。子供の頃ほど当てにならない時代はない。勉強は常識力程度で良かったんだ。社会適応力を身につけるべきだった。こう俺に似たようなやつばっかり集まってるから V 側はやめられないんだよな。ガキの頃優秀だったから年取った今でも本気出せば巻き返せると思ってる高齢の危機が多そう。俺の人生は小学生まででした。昔から今まで考えてみても輝いていた時期がないな。なんかもう運の良さだけで生きてこれてる気がする。 V 側民ってこんな感じだろ。小学生時代、塾に行かずとも常に成績はトップ。運動は苦手だがゲームが上手く人気はそこそこ。中学生、成績が少し落ちてトップ3レベル。見え張って運動部に入りどやされる毎日、もしくは帰宅部、周りがゲームをしなくなる。高校生、帰宅部もしくは文化部に入り、クラスのリア充を下に見始める。勉強ばかりの苦しい毎日。大学生、第三志望くらいの大学に受かるも、学歴コンプ発症して周りを見下す。友達はいないので試験でもゼミでも論文でも苦しむ。にちゃんが唯一のはけ口に。社会人、友達がいなかったのでコミュ障が治らずどの会社にも受からない。仕方なくフリーターもしくはニートになる。結局、自分が平凡だってことに早く気づいて、12秒から抜け出せたやつが成功するんだ。部活に入ってるやつがいざ受験の時に本気出してあっさり抜かれるのが帰宅部入側民。昔の自分を語るスレになってる。部側民って過去のことばっかり話そうとするよね。明るい将来のことを話し合えばいいのにね。ここには暗い過去とさらに暗い未来しかない。そりゃ人生の迷子しか来ないからな。こんなとこで煽ってるってことはそうだよな。他のスレ見てても小学生の頃は良かったとか中学生の頃は良かったみたいなの多いよな。仮に大学まで優秀でも就活で失敗するのが V 側民。実際のところ偏差値が高い大学に行って就職まではうまくいくケースも多いと思う。会社に入ってからコミュ障すぎてやんでニート。優秀な V 側民は社会人になってから終わって、平凡なのに優秀なふりをしてた奴らは大学受験で落ちるわけか。どの道ニートなら変わらなくない？確かに、ニートになるのが何年早いかの違い。もったいないから大学行かなきゃいいのに。受験勉強にかけた時間も無駄。それ言うならニートの人生の全てが無駄。自分のこと？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。